はいどうも、いったんです。実はね、僕、スポーツジムのアルバイトを、4月いっぱいで辞めました。というのもね、コロナでクビになったとか、そういうのじゃなくて、投資とね、 YouTube にもっと専念していきたいなっていうのもあってね、4月いっぱいで辞めました。実際にはね、もう1ヶ月ね、アルバイトをして、給料もらう予定だったんですけど、コロナでね、ジム閉めてしまったので、1ヶ月分ね、給料は丸々ゼロになりました。なんですけど、4月分のね、給料をね、今日は公開したいと思います。はい、それではね、令和2年、4月度の給与明細ということで、これをね、見ていきたいと思います。はい、給与明細自体はね、こんな感じになってます。アルバイトなどでね、時給制なんですけど、時給が970円です。で、深夜時給っていうのがあって、深夜時給が 25% アップの1213円で働いてました。で、この本給ってやつがね、その970円の時給の方なんですけど、それが 46,318 円で、この残業手当、これが残業って書いてあるんですけど、これが深夜時給の分です。これが 16,982 円で、通勤手当っていうのがここにあると思うんですけど、これはね、僕原付でね、そのジムまで出勤してたんですけど、そのガソリン代ですね、1回何円だったかな、130円ぐらいだったかな、忘れたんですけど、それを出勤した日数分もらえます。で、ここに課税合計って書いてあると思うんですけど、これがいわゆるこの本給と、残業手当、これを合わせた分が課税合計になってます。で、非課税合計っていうのが、このガソリン代の、通勤手当ですね、この1870円が非課税です。支給の合計、これが、65,170円です。で、ちょっと下を見ていくと、ここね、この出勤日数っていうのは、だから4月は11日出勤してますね。で、この出勤時間、これが 47.75 時間。で、通常残業、これが、さっきのその深夜時給の方ですね、それの時間14時間働いてます。で、この辺あるんですけど、これはね、その今年入ってから4月までのジムで、稼いだ合計の給料ですね。ということで、差し引いて、総支給額の方が 65,170 円でした。というような感じで、4月いっぱいでジムのアルバイトは辞めたんですけど、大体ね、大学生のアルバイトだと、これぐらいが妥当なのかなって思います。またね、そのスポーツジムのアルバイトについてとかっていう動画も、出そうと思うので、よかったらね、そちらも見ていただけたら嬉しいです。それでは今日の動画は以上となります。バイバーイ。